ケビン・コーツ、あとムボジ、そしてケビン・コーツさんのシュート落ちる前、走っています、決まりました。ジェームス、本田がマッチアップ、ジェームスからムボジがフリースローラインから打ちました。ケビン・コーツが自ら行きましたが、ここはシュート決まりませんでした。さあムボジへのパスが通って、エンドワン、ボールを取って、そしてシュート、これが決まって、阿部からカントシオ、ボールを奪われました。スティールがあって、そしてジェームス、さあその変わったばかりの三森、ジェームス、ピックアンドロールから三森が決めました。ウィルソン、ジェームス、スリーポイントを打っていく、決まった、しているという状況です。ここジェームスが高いボールだったんですが、しっかりキャッチして、そして着地と、宇都から高岡、そしてムボジ、コッツァーがついています。ムボジ対コッツァー、あー、スルスルっとアイナー入ってきたのは宇都、ナイスパス、そして藤高から宇都、宇都から高岡へ、ナイスパス、4点差を追いかける展開になっています。奈良です、ムボジ、ムボジのシュート決まった。小牧、柳川が打つ、決まった、柳川のスリーポイント、コモダ、ムボジ、ジェームスからムボジ、あー、バスケットカウント、ムボジの高さを生かしたプレーになりました。ムボジ、藤沢、藤沢が打つ、決まった、藤沢のスリーポイント、ジョーダンが打つ、落ちる、リバウンドは宇都、さあ早い攻撃になっている、うわー、決まった、ここで福岡タイムアウトです。最後はもう